11月5日金曜日朝6時33分のホームポイントは、オフショアが背後から吹いてますね。海には昨日の朝と同じようなところで同じような波がブレイクしています。今日も乗れるギリギリテイクオフはできそうですね。ホームポイントの右はかすかなオフショアで、うねりの筋はかなり沖から見えていますが、こちらは昨日と同じく伸びて伸びてショアブレイクですね。左側はここでブレイクします。昨日よりちょっと小さいか、やや小さめかな。まあでもテイクオフはできそうですね。さあ、自然と人間の戦いはこの後も続いていきますね。気温はギリギリ10度ぐらいですが、オフショアが冷たく感じます。あ、今これがいい感じのセットが、あ、オフショアは今強めです。ちょっとインサイド気味にブレイクしますね。今日終日どうですかね。